この余った配線を真ん中で割ります。これをね、1個作っておくだけで、車両側から電源取るときって役立ちます。車や。はい、いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今回もですね、前回に引き続き、電気関係のですね、初級編かな？をやってみたいと思います。基礎を、いろいろ間に入れながらやっていこうとは思うんですけども、あんまり細かくやりすぎちゃうと、すごく長い動画になってしまうので、あと少しね、まとめながら小分けにして出していきたいと思います。これとかニッパーではできないことがあってですね、配線を割り込ませるとき、ここに配線を割り込ませるときに、これをですね、挟みます。ブイーッと。ですかね。配線を割り込ませるときに、ここを、被覆をこう両脇に広げてくれるんですよ。これすごいね。これは便利ですね。こうやって広げてくれるんですね。通常でしたらね、これを使うんですよね。で、エレクトロタープ便利だから使うんですけど、ろくなことないです、これを使うと。なので、これを使わないように、ここを向いて、配線をここに割り込ませるんですけれども、その方法としてですね、ここにね、割り込ませるときに、エレクトロタップを使わないで、じゃあどうするかっていうと、こう、配線を向いたやつを、ここに足していきます。こう、巻きつけていきます。こんな感じで巻きつけます。で、ここまでやったら、これでね、ビニールテープこれでよく巻かれてるやつを見たことがあるんですけど、絶対やめましょう。これで終わりの人はいるんですけどね。これでハンダつけてもいいです。もちろんハンダでつけても全然いいんですけれども、本当はここを圧着するスプライスというやつがあるんですね。こうね、U の字になってるやつをこう挟むやつがあるんですけれども、ちょっとね、在庫がなくなってたんで、これで作ります。ここの首のね、ここで切断します。で、こういうものを作ります。で、この切り口のこの角がすごい尖ってると、収縮チューブとかを突き抜けちゃうんですね。なので、軽くバリ取りしときましょう。ちょっとこう入りにくかったら、先ほどのロングノーズとかプライヤー使って、ここを広げておくと後が楽です。やりやすいですね。で、ここに自作のスプライスをはめていきます。はい、こんな状態です。いつも通りプライヤーで圧着していきます。ちょうどね、巻きつけたところ、そこを狙ってあげるといいですね。こんな感じです。こんな感じですね。で、このままハンダを流し込んでもいいんですけれども、そこまでしなくても大丈夫だと思います。心配ならばそこまでやってもいいのかなと思うんですけれども、一応これで、あとはここの部分をかしめたら、即席の割り込ませ。配線のこの割り込ませって結構、コンピューターにこう割り込ませるとかね、車速によくね、ナビなんかこう割り込ませたりしますけれども、自分の車だけは絶対こういうふうに、ちゃんとやりましょう。ね。お客さんからお金もらってね、エレクトロタップとかは絶対ダメですよね。ダメというか、その分ね、コストをかけないっていう面ではね、いいんですけれども、この方が絶対安心です。で、割り込ませる時の配線のここの部分っていうのが、通常であれば、このね、収縮チューブというのをここから入れてあげればいいんですよ。ただ、これが車両側の配線の場合、はね、つながっちゃってるので、収縮チューブ入れられないんですよ。なので、そういう時にはビニールテープをもう巻くしかないんですが、他に何かいい方法あればね、逆に教えてほしいぐらいですね。ホットボンドつけたりとかしてもいいんですけど、もう見た目的に巻くんであれば、このね、電気工事なんかで使ってるこの薄手のビニールテープ、これを使ってあげるといいです。で、いっぱい巻けばいいってものではないので、軽く巻いて、収縮チューブだと見た目綺麗なんですが、
入らないときは仕方がないので、こういうふうにやってます。で、これで割り込ませ完了ですね。まあ、あとはですね、割り込ませる場合にもう一つ方法があってですね、この余った配線を真ん中で割ります。真ん中で割ります。端も向きます。両端向きます。ここと、ここに配線のこう被覆が出ているので、こんな状態にしたら、擬宝珠の三つ股を作っていきます。で、ここの部分ですね。ここの部分がちょっとしっかり潰しとかないと入らないので、この部分しっかり潰しておきます。もうちょい向かなきゃダメかな。これ配線ね、ここは付け根の部分こんな感じで、スリーブがどっか行っちゃったんで、ここのところはね、スリーブなくなったら、まあこんな収縮チューブで、はい、OK です。で、ここ配線短いですね。絶縁のスリーブが入らないときはギリギリで落としちゃいます。ギリギリで落としちゃいます。そうするとスリーブが入って、なおかつここにね、擬宝珠が付けられますので、長ければ長いほど安心なんですけど、別に短くても保護されてますんで大丈夫です。で、こういうものを一回作っておけば、私はこれ結構いくつも作って在庫してるんですけども、これを作っておけば、先ほどのこういうふうに間に割り込ませる時、これだとね、もうね、外すことできないんですよね。完全に圧着してたり、ハンダ付けしちゃってたりすると、外すことができないので、これを相手にここに入れといてあげるんですよ。例えばこれが車両側のね、アクセサリーの電源だとしたら、ここから電源を取りたいといった場合に、まずここ切っちゃいます。で、切って、ここを擬宝珠に変えて、これを割り込ませると。はい。で、間に擬宝珠をつけて、ここの間に割り込ませるという感じですね。はい。で、こういう割り込ませ方をしておけば、ここから、安心してね、アクセサリーなりなんなりいろんなものがこう取れるんですけれども、ここからさらに三つ股とかにすれば、またここから同じ電源が取れますんで、まあ容量もね、しっかりね、その辺は見ながら、アンペアとかをね、ちゃんと確認をした方がいいんですけれども、まあこうやってやると、いざね、車をじゃあ売ろうってなった時に、まあ ETC 次の車に使いたいなって言えば、これをね、ここから抜けばもちろんいいんですが、これごと抜いちゃうんですよ。で、これごと抜いて、こうやって戻して、車両側を戻してあげれば、これで、車の方も保護ちゃんとされますし、ね、守られますし、これを次の車に使うことができますね。なので、ただこれをね、ハンダ付けしちゃってたら、完全にもうそこから切断して、そこを絶縁しといてあげなきゃいけないんですけれども、そんな手間いらないです。抜いて戻すだけなんで。で、次の方がそれを知っていれば、次にその車を買った人が知ってれば、まあこれを使えばいいですけどね。まあこれをね、1個作っておくだけで、だいぶ車両側から電源取る時っていうのはね、もうすごい役立ちます。で、当然取り出す側はここをメス間違えないように、例えばこれが車両側だとしたら、電気がどっちから流れてくるかですね。切断した時にどっちに電気が流れてくるかっていうのをチェックしてから、オスメス決めて擬宝珠を作ってあげてください。で、エレクトロタップなんですけれども、これ使っていい場所と使っちゃいけない場所が決まってるんですよ、もう。それはね、何かっていうと、安全と、まあ、車を守るため、
その両方ですね、それをよく考えてつけないと、エレクトロタップはね、かなり後々不具合が出ます。で、このエレクトロタップは信用できないものなので、まあ一般的にはまず ETC に絶対使っちゃダメです。 ETC の場合、接触不良で事故が起きることがあるので、まずそれはね、必ずやめて、先ほど私がやったようなこういうのを間に入れるとかして、電源を必ずこう義母紙で取るなり直結して取るなり、まあシガーライターでもいいですけれども、接触不良が起きるようなね、このねエレクトロタップ、とっても楽なんですけれども、やめましょう。あとは、エンジンを守るためにメーター、チューニングカーだとねメーターつけますけれども、油温、油圧、水温関係ですね、そういったものにもエレクトロタップで電源取ったりとかしてしまうと、まず接触不良起きた時にね、サーキットでそんなのあったら、エンジン壊れちゃいますんでね、メーター見ないで走るのは問題外ですけど、メーター見るためについてるんでね。あとはブーストコントローラーとかもダメですね、ここから取ってはダメなので、取り付けの時に安全に関係するかどうか、あとはエンジンを守るために必要かどうかっていうところですね。あとはですね、これをつけていい場所、オーディオとかですね、あとはまあドライブレコーダーなんかはどっちでもいいかなと思うんですよ。直接事故にはつながらないんでね、まあ、そういった、まあ、壊れても何も起きない、まあ、多少困ることはあるかもしれないですけども、接触不良が起きてもね。で、ナビの車速だけはこれで取るのやめましょう。ナビの車速これで取って、ナビ側の方の配線って結局車速の信号なので、信号が拾えなくなる、接触不良起きるところから中でね、まあ、配線がこれだけ細いものでかしめちゃいますんで、断線する可能性もあるわけですよね、もちろん。で、何回も何回もその脱着とかしてると当然線切れちゃいますんで、コンピューターの配線細いんでね、そういった車速なんかもこれで使って通るのはすごく危険です。コンピューターの車速信号を拾わなくなると不具合が起きますんでね、まあ、そういったところはきちんとしたものを使っておくといいと思います。今回使うのはこれです。メーカー分かんないです。消えちゃったな。今まで使ってたのはこんな感じですね。これがターミナルプライヤーとも言うんですけれども、こっちもターミナルプライヤーなんですが、これもうね、大きさ見てもらうと全然違うんです。じゃあこれ何に使うかっていうとですね、これを使えるようになります。今度これはここの部分がね、スリーブと同じように圧着すればいいんですけれども、で、このアースに使うんですけれども、クワガタっていうやつですけども、クワガタのこの形がやっぱり理想なんですよ。なので私の場合はここを切っちゃいます。もうね、最初から落としちゃいます。で、クワガタの形にしておいて使っとけば同様に便利なので、切り口がね結構危ないので、ここだけちょっと削っておきます。で、これでボルトをねいちいち外さなくてもこう刺せるっていう利点があります。で、一つ私がやってる裏技的なものがあるんですけれども、ボディの方からアースを皆さん取りますよね。もうボディの方に刺さってるところにアースを取っていくと思うんですけれども、ナビのね裏とか、まあオーディオのね裏からね、アースがうまく取れるボルトがあればいいんですけど、ない場合ですね、延長してボディから取ってこなきゃいけないんですよ。で、そういうことをしないでも、アースだけは一箇所にまとめておけるように、まずボディの方からアースを取っていきます。で、これを車体の方に取り付けます。今回ね、車を使ってやれば分かりやすいかもしれないけど、撮影がやりにくいので車を用意してですね、まあボディアースをここにボディアースでつなげたとします。そしたらこれをオーディオの裏まで引っ張っていきます。延長してここまで持ってきます。
で、この延長した先に1個取り付けます。で、延長した先のここですね。ここは1個目は切らないです。1個目は切らないでボルトナットで留めておきます。で、これをオーディオの裏に1個用意しておくんですよ。そうすると、ここからいろんなね、ナビとか ETC とか、まあオーディオとかですね、全部アースがこれ1個から取れるようになるんで、タコ足の代わりになるんですよ。1個作っておけばいっぱいこれ1箇所から使えるのですごい便利です。僕ね、毎回必ずこれを、車を買ったら必ずまず1個これ作るんですよ、私の場合。で、全てここから取るようにしていきます。で、他のやつは全部クワガタにしておけば脱着楽ですよね。で、1個だけ輪っかにしとけばこっちが抜けないので、このやり方ちょっとおすすめです。はい、今回はね、初級編ということで、ちょっと私が、独自というのかな、昔からやってるやり方をちょっと紹介してみたんですが、もっともっとね、細かくいっぱいあるんですけれども、あんまり長くなってもあれなんで、また少しずつ取っていきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。以上です。